ホワイトカラーを変えるとインビジブル。よろしくお願いします。インビジブルって映画のキャッチコピー知ってるか？知りません。姿は見えないが殺意は見える。こは殺意の波動を感じそう。男で透明になったらやることは一つなのに、頭の中のトレンディーが日活とかす。まるで意味がわからない。童話ガイズもやらしくなるのでやめておこう。今回は宿人です。あいつらお前を裏切るから使うのやめたんじゃないのか。この世界線はいい意味でごわすよ。 3DS の宿人はいなかった。いいね。 KO 溜まった。 KO あるだけで2倍強く見えるわ。海王剣かな。危ねえ。回避がギリギリ間に合ってたな。 KO のなくなったマスクは2倍弱そう。さっき2倍強くなってたから当然だろ。ここはワンツー、はじめの一歩愛読者かな。ブライアンホープ戦熱すぎるよな。マジか、木村戦もいい。なおあおき、真面目な試合をしてもギャグになる模様。紫スクリーンの爆発力はだけじゃない。操作性は上がったのか。結構コース走り出すのは今のところ一回もない。むしろ前みたいに花が咲くようになった。あんまり花っぽくないけどな。強烈な右ストレート黄色スクリーン食らってて申し訳ない。おとりは必要な犠牲なのだ。卑劣理論やめろや。それは読める。またクロスカウンターか。両方吹っ飛ぶとなんか楽しくなってくるよね。大乱闘感は出るな。まあ固まったのか。マックはこれ当てるか、牽制に使うか選択できるのがまた怖い。だが無意味だ。空中では KO 出せないのかな。もし使われてたら負けてたな。お相手とは何戦かやって勝ち負け同じくらいでした。最後に名前のとこでありがとうございましたってあったな。この場で申し訳ないんですが対戦ありがとうございました。どうも、チークさんよろしくお願いします。早くよね。少し早くない？頑張るぞ。すでに2回やって2回負けてます。最初の試合1ストックも落とせなかったのによく相手連戦してくれたな。そら強い人は即準備完了待機よ。なおたまに即抜けされ帝国の方と当たりラグで絶望する模様。ネット対戦あるある。こないだ連続で強い人と当たって稽古してました。結果は19連敗。弱すぎて笑いもせんな。わかったことはイノシシプレイでは限界があること。今相手に美しい連携決められてたな。チークの飛びをこっちのスマッシュと聞こえてくるから怖すぎ。相手との距離感離せるようにスクリーンで今練習してるけど相手強ない。なかなかお触りさせてもらえません。姫にセクハラは NG。 忍者は闇落ちするってネットに書いてあったぞ。ネットを過信するのも NG。 上手い人に総じて言えるのは崖際が強い。一度出されると全然戻れません。だって失われた技術になったのかな。ロストテクノロジー。絶破科学技術だった。昔は必死こいてキャッチ隙をなくそうとしていたのに発売初期はみんな困惑してたな。朝学校で突然小テスト仕掛けられるくらいには動揺したわ。懐かしいな。小テストとか朝の読書とかな。おされな倒し方されそうだった。されそうだった。消えたと思ったら私が消えていたというね。こんなレフ状態だな。お前の切れ味いいね。宿人は刃物だった。常に3匹、せめて2匹はいないと落ち着きません。前作なら3匹投げて様子見とかいうことできたけどな。3匹になってもそこそこ戦えてる時点で前が異常だったと思うわ。寄り合いに勝っていく。トビウオに合わせたいんだけど高さが合わなかったな。技すら振ってなかったんですがそれは。頑張れ赤スクリーン。お前の頑張りは、無駄ではない、無駄ではないぞー。パワフルでバースト。このアドバンテージをどれだけ活かせるかだな。少しだけでも稼がないと次がきつい。とりあえず飛ばされたら一匹は投げます。軽くしないと復帰やばいもんな。ショートテンプで下スマ避けてのバースト上手すぎんよ。また振り出しに戻ったな。初手白スクリーンで蓄積マスクミンなんてすぐ死んでしまうん。スクミンにも体力あるんかな。蹴り一撃でやられてたけど色よって別な気がする。紫スクミンがあるといい距離を保てるんだけどね。投げたら相手の進撃が止まるのは良いな。いない時はスクミン投げるのは自重した方が良さそうかな。着地を狙っていく。ベースマスキが増えた気がするな。なんか終わった後成し遂げた感がある顔するしな。鼻気味た感じになってるね。チーク相手だとなぜか下投げくうまい。今度入らないんだよ。また相手のブラシがうまいのか。今度は私の崖際の攻防。なぜ全部投げるの。なんかパニックになってしもうた。だが結果的にいい組み合わせになった。青白紫は割といいね。もう欠員出ましたが、君の代わりはいくらでもいるという大企業ですから。新しい人材を発掘する時間が与えられてませんか。そういう時はいる人材で乗り切るんだ。押し込むには今しかない。紫くんには過労死してもらう。コードブルー、地上に降りられません。お手玉始まったか。
まだこっちにはツクミンがいる。落ち着け。残り紫のみ。紫ならなんとかなる。私は奴を演じてる。あなたの紫ツクミン。いませんよ。え、やだな、Wii U 版だぞ。3DS じゃあるまいし。私はまだ奴を投げてないし、というかさっきまで一緒にいたし、隣で寝てるし、呼べばいつでも来るし、時は再び動き出す。あれは嘘だ。また、裏切られた。後で見直したけど崖でも落ちてなくて突然消えてたぞ。コードパープル、なもんねえよ。次回復活復活ゆか復活。お達者でー。